プエルトリコに帰国した後のサンロマヘェスマリア・サンロマは、プエルトリコのピアノ奏者、カロリーナの生まれ。1916年に、プエルトリコ政府の奨学金を受けて、アメリカに留学し、ニューイングランド音楽院で、ダビットケーラに指示。1920年に卒業後は、アントワネッタス・モフスカ・アダモフスカの下で研鑽を積んだ。 1926年からボストン交響楽団のピアニストになり、1927年にはヨーロッパに留学してアルフレッド・コルトーやアルトル・シュナーベルの境外に接する。1929年にニューヨークタウンホールでデビューリサイタルを開き、ボストン交響楽団の公式ピアニストとして活躍するようになった。パウル・ヒンデミット、イーゴリスト・ラビンスキー、エルンスト・トッホ。 ウォルター・ピストン、バーノン・デュークやファーディ・グローフェといった作曲家たちとも彼らの作品の初演や共演などを通して進行を深めた。1940年代後半から故郷のプエルトリコでの音楽活動も行うようになり、1950年にボストンでの職を辞してプエルトリコに帰国し、プエルトリコ大学の音楽学部の教授として後進の指導に当たった。 1960年のプエルトリコ音楽院の設立やプエルトリコでのカザルス音楽祭の開催にも力を尽くしている。サンフアンにて死去。ありがとうございます。